ロシア軍司令部近くで爆発、ウクライナがドローン攻撃か。ウクライナ軍がロシア領内を空から攻撃する作戦を続ける中、同国南部ロストフ州ロストフナドヌーにあるロシア軍司令部近くで7日、ドローン無人機攻撃による爆発があった。ソーシャルメディアに投稿され、CNN が地理情報を確認した映像には、軍基地付近でのドローン攻撃が映っている。同州のゴルベフ知事は、防空隊がロストフナドヌー上空でドローン2機を迎撃し、1人が負傷、車数台が損傷したと SNS、テレグラムへの投稿で明らかにした。ゴルベフ氏によると、残骸が墜落した現場周辺では、非常事態モードが発令され、100人近い住人に一時的な滞在先が案内されたという。この攻撃についてウクライナはコメントを出していない。ロストフナドヌーはウクライナとの国境に近い。今年6月、反乱を起こしたロシアの民間軍事会社ワグネルに一時占領された。7日にはロストフナドヌー以外へも攻撃があった。首都モスクワのソビャーニン市長は同日、防空システムが作動し、モスクワ近くでドローンが迎撃されたと明らかにした。ソビャーニン氏によると、残骸の落下による被害や死傷者はないという。ウクライナはこのところ国境を越えた攻撃を活発化させている。ロシア国内での戦争への支持を徐々に低下させ、またインフラを破壊する狙いがあるとみられる。ウクライナ、対ロ反攻で一定の成果、南部戦線進展。ウクライナのゼレンスキー大統領は7日夜の演説で、東部と南部の軍部隊の戦闘状況を挙げて、ロシア占領地奪還作戦で一定の成果を挙げたと述べた。ウクライナは6月に反転攻勢を開始した。5月にロシアに占領された東部の要衝バフムトの奪還に重点を置いている。ゼレンスキー氏は作戦の詳細には踏み込まず、兵士の奮闘を称えた。参謀本部の報告書は、バフムトの南で作戦が部分的に成功し、敵陣は退却し、我が軍は足場を強化したとしている。マリャル国防次官は国営テレビに、先週奪還した南部ザポロジエ州ロボティネから軍が南下していると説明。クリミア半島と東部のロシア占領地域間にロシアが設置した陸橋を切断しようとしている南部戦線で、事態は急速に進展していると述べた。一方、ロシア国防省の戦況報告書は、バフムトの南の村付近でウクライナ軍の攻撃を9回撃退したと述べた。プーチンの最終兵器、プロパガンダが機能不全に。ちぐはぐな報道、ロシアではびこる原因とは。国内外に虚偽情報を流し、世論を操ってきたプーチンの最強マシンにほころびが生じ始めた。国内の世論操作も抜かりない。ロシアのウラジミル・プーチン大統領は、以前から国営メディアの再編を進め、規制を強化し、政権批判を圧殺してきた。プーチンの報道官であるドミトリー・ペスコフが毎週主要紙の編集長と会合を持ち、報道内容に一貫性を持たせていると伝えられている。どういう路線でどういう記事を載せるか、編集方針にも内密の指示が出されるというのだ。だがウクライナ戦争における作戦の失敗と混乱がプーチンの政治宣伝マシンに生じた亀裂の拡大を浮き彫りにした。
国営メディアは戦争の大義を国民にうまく説明できていない、戦争が長引き終わりが見えない中、辻褄の合わない報道が増え、国民に知られてはまずい真実をポロリと漏らすようにもなった。国営メディアの混乱がピークに達したのは6月に起きたワグネルの乱の後だ。ロシアの民間軍事会社ワグネルとその創設者エフゲニー・プリゴジンは、ウクライナ東部の要衝バフムートを占領した手柄などでロシアの英雄扱いされていたが、反乱を起こしたからには裏切り者の烙印を押さざるを得ない。それでもロシアの一部政治家やメディアは反乱を大したことではないように見せかけようとした。プーチンは反乱収束後、プリゴジンとワグネルの指揮官らと会談したが、ペスコフは当初この事実を否定。その後に渋々認めるという失態を演じた。編集部中、プリゴジンは搭乗機の墜落で8月23日に死亡。ロシア版大本営発表と現実の戦況との違いがこれまで以上に明らかになり、公然の秘密となっても、プーチンは鉄の統制を緩めようとしなかった。だが、国民の間に不信感が高まり、長期的にはプーチンの統制が崩れる可能性があることは、一部の観測筋の見解や最近の世論調査の結果から容易に推測できる。体制が不安定だといろんな場所にほころびが生じ、問題が起きるものだと、今はロシアでの放送が禁止されているロシアの独立系テレビ局ドーシチの編集 局長ティホン・ジャドコは言う。戦争の終わりが見えない状況で、ロシア政府とプロパガンダ機関の連中も自軍が押され気味なことに気づいている。開戦当初に占領した地域を失いつつあることも分かっているはずだ。バフムート陥落に難癖を。一方、ロンドン在住の政治学者マーク・ガレオッティは違う見方をしている。許容範囲内なら反対意見の表明を許し、多様な見解があるように見せかけるのはプーチン政権の常套手段だというのだ。部下たちが全員自分に忠実なら、部下たち同士が争うのは結構なことだというのがプーチンの流儀だとガレオッティは言う。プーチンの長年の腹心だったプリゴジンは、反乱に至る何ヶ月かの間、プーチンが始めた戦争を最も声高に批判していた。ついにはメッセージアプリのテレグラムで、戦争は偽りの口実で開始され、ロシア政府の高官たちは腐敗し無能だとまで断じた。ロシア、ウクライナ双方の民間人が殺され、何も知らないおじいちゃんかっこプーチンを指すらしいは蚊帳の外に置かれているというのだ。6月24日プリゴジンはワグネルの戦闘員たちと共に首都モスクワを目指した。あっけなく終わったこの反乱で、ワグネルはロシア南部の2つの軍事拠点を掌握し、首都まで200キロ圏内まで迫ったが、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領の仲介で矛を収め撤収した。この一連の不可解な動きに対し、ロシアの国営メディアの混乱ぶりは目に余るほどだった。プリゴジンとワグネルは国家の英雄であり、成果を上げていた。だが突然この珍事が勃発し、彼らは首都に進軍する裏切り者となったと、ロシアのプロパガンダ機関に詳しい米シンクタンクランド研究所の研究員クリストファー・ポールは言う。虚偽にまみれた公式報道もこの事態をどう扱えばいいのか途方に暮れたようだ。反乱とその影響についての報道で、プーチンの政治宣伝マシン内部の足並みの乱れや方向性の欠如が露呈した。一部の国営メディアは手のひらを返したようにプリゴジンを酷評。バフムートの重要性に難癖をつけ、この都市の掌握になぜ200日余りもかかったのかと疑問を呈した。5月に国営テレビなどはこぞってバフムート陥落の歴史的な意義を強調していたが、政府系の第一チャンネルは6月30日、
バフムートは最前線の最も重要な都市ではないと報じ、ロシアの正規軍は昨年ウクライナ東部のマリウポリをはるかに短期間で陥落させたと付け加えた。プーチン影武者説が拡散。一方でプリゴジンの肩を持つような報道をするメディアもあった。国営のメディアとテレビも反乱においてほぼ血は流れなかったとする立場で、ワグネルは誰を攻撃したわけでも何を壊したわけでもないし、何も悪いことはしていないというロシア下院国防委員会のアンドレイ・カルタポロフ委員長の発言を報じた。カルタポロフは軍出身でプーチンの与党統一ロシアの重鎮でもある。それと対照的だったのがロシア政府寄りのブロガーやテレビ番組にゲスト出演した人々の一部の発言だ。彼らの中には少数ながら、反乱で死んだ十数人のパイロットは何のために命を落としたのかと問いかけ、罰せられるべきは誰か明らかにすべきだと主張する人々もいた。